で次2番目ですけれども、曲を覚える意識を持ちましょうということですね。でここ ABC3 つ書きましたけど、 A は細かいところも大事だが曲の流れ構成に着目しましょうということですね。で B は音源があれば飽きるほど聞く。で C は印をつけようということですね。じゃあそれぞれ見ていきますけれども、これはですね、楽譜をですね一生懸命読んでるとですね、その楽譜を読むことに意識が行き過ぎて曲を覚えるっていう意識がですね結構弱くなったりするんですよね。で僕がそのレッスンをやってて思いますし、まあ僕自身もそうなんですけど、楽譜を見て吹くっていう前提をですね当たり前にすると曲って全く頭にその残らないんですよね。あの読んで終わりみたいになっちゃいます。でそれをですね、曲は基本的に覚えるものっていう前提を持って練習すると、同じ練習時間でもですねそのめちゃめちゃ覚えられるっていうのがあるんですね。でレッスンしててもそのケアレスミスが多い方の傾向をよく見るとですね、曲を覚えようとしてなくてその楽譜を読むことに、集中しすぎてるという傾向があったりしますので、曲は基本的に覚えるものと思った方がいいです。でそれはですね、なんか例えばサックスやってますとなって、じゃあ1曲吹いてよってなった場合にですね、パッてその楽譜も何もなしで吹けた方がかっこいいじゃないですか。でそれがですね1曲吹いてよってなった時にいいよって言って、で楽譜広げてあれどこやったっけなとこう探してたらですね、まあ、ちょっとかっこ悪いですよね。まああの人それぞれいろんな価値観ありますから別にどっちでもいいんですけど、やっぱり曲を覚えてる方がですね何かと手っ取り早いです。だから曲は基本的に覚えるっていう意識を持ってください。でそのためにね ABC のポイントを押さえるといいかなと思います。まず A は細かいところも大事だが曲の流れ構成に着目っていうのは、まず全体の流れをしっかり押さえていくということですね。まあざっと吹いて、あこの曲はこんな流れの曲なんだなっていうのを覚えます。あと曲を吹いてるイメージですね、さっき言った背景とかもちょっと意識して自分の頭の中でイメージを作っていきます。でそれでさっき言った、細かい練習ですね、そういったものもやっていくって感じですね。だからその鳥の目になったり虫の目になったりとか、そういうですね視点を持つといいんじゃないかなと思います。次に B ですけども、音源があれば飽きるほど聞くっていうのはですね、これやっぱり音楽ですからまず耳を使うっていうのが大事ですね。で音源がある曲はそのやり始めたらですね、まあ僕の場合はもう飽きるほど聞きます。もういいよっていうぐらいもうとにかく聞きます。とにかく反復して聞いていきます。で四六時中かけっぱなしにしてその曲の流れとかですね頭に入るまで口ずさめるまでですね、とにかく繰り返し聞いていくっていうことをやるとですね、練習するときにあここってああいう雰囲気だったなとかですね、曲のイメージがですねそのもう頭の中でできてる状態で練習できますから、何かと話が早いと思います。楽譜から入るとですね、この曲のこの部分ってこれどういうイメージなんだろうかということですね、いちいち時間がかかっちゃうんですけれども、まあそういうのがですねすごくショートカットできるんじゃないかなと思います。で、次 C ですね、印をつけるというのはですね、これは何回か僕の場合は 2,3 回間違ったらすぐそこにパッと印をつけるようにしてます。でここは譜読みに時間かかるなと思うとこも印をつけるようにしてます。であともっと言うと調合には必ず印をつけて、ダルセイニョからセイニョとかトゥーコーダからコーダ、そういうとこも印をつけますし、テンポが変わるっていう節目のとこも必ず印をつけるようにしてます。それでですね、さっき冒頭に言ったできるだけ間違いを減らすっていう意識で、やっています。あと印をつけて印象付けることでですね曲も覚えやすくなると思います。やっぱり手を動かしたり吹いたりとかですね読んだりとか、その五感をフルで使うことで残ってきますね。でさっき言った曲の背景を考えることもそうですね、脳をフルに使って曲を吹くっていう行為だけじゃなくて背景にあるものとかいっぱい考えることで、その曲のイメージがもうその頭にですね焼き付いて離れなくなりますから、そうした方が絶対に曲は覚えやすいと思います。で次3点目ですね、反復練習をしてますかってことですね。これはですね全体矢印で部分でまた全体部分みたいな感じで全体と部分を繰り返していくんですけど、全体っていうのは全体の曲の通し練習ということですね。頭から終わりまでパッと吹いていくと。でそれをですね何回かやったら、じゃあ僕の場合は印をどんどんつけていって、で次は部分練習ですね、印をつけたところを中心に反復練習をします。でその反復練習は、まあ、難易度にもよるんですけど、難しいなと思ったらもう何十回ってやります。基本はもう10回20回30回とか50回とかですね、
もう場合によってそれ100回ぐらい吹くこともあると思います。そんな感じでとにかくそのピンポイントで反復繰り返し繰り返しやって、忘れる前に吹いて、忘れる前に吹いてっていう感じで、さっきのですね、覚えるっていうことをどん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 やっていきます。で、ある程度できたら、じゃあ前後もつなげていってですね、まあ、全体に近づけていくと。で、それでまだ、弱いとこがあるなと思ったら、そこをまた部分でやるみたいな感じで、全体をやって部分をやって、全体をやって部分をやってっていう繰り返しをやると、曲は効率的に読めるようになると思います。で、最終的には全部何もなしでね、あのさっきのその覚える意識っていうところで楽譜なしで吹いてみるとかですね、そこまでやると頭にしっかり入ってきますから、間違うということは減るかなと思います。で、あとは楽器を持ったら、とにかくその練習してる曲をいきなり吹いてみて、どれぐらい吹けるかテストしていくっていうのも、まあ遊び感覚としてやるといいと思いますっていう感じで3つですね、お伝えしてきました。で、最後のですね、星印のところですけれども、たくさんの曲を吹いてみようってことですね。質より量ですってことです。今日はですね、まあ 1,2,3 の細かいその譜読みのテクニックを紹介しましたけれども、それよりも何よりもとにかくたくさん譜読みをしてください。1曲をそのやり込むのもいいんですけど、最初のうちはですね、いろんな曲を適当にバーっていっぱい何十曲ってもう吹いてみたらいいと思います。で、そこで壁にぶち当たってくると思いますね。あの、どうしてもここはこういう指使いだと吹けないとかですね、そういう風に壁にぶち当たった時にその基礎に戻るとかですね、あとは一曲に集中して深掘りしてしっかり仕上げるとかですね、そういう風に質を求めていけばいいと思います。まずはたくさん読んで、その譜読みっていうものはどういうものかっていうのをですね、たくさん経験してみてください。買ってきた曲詞を片っ端から吹いてみるとかですね、ちゃんと吹けなくてもざっと全部教則音吹いてみるとか、そういった経験も大事になるかなと思いますので、ぜひやってみてください。ということで、この質問者の方の何らか参考になれば幸いです。こんな感じでサックスに関することであれば、何でも YouTube のコメント欄の方に質問していただけましたら、動画やテキストで随時返信していきます。で、あとこのチャンネルが役に立ってて、応援したいという方、あとは優先的に質問に答えてほしいという方はですね、ぜひチャンネルメンバーシップの方をご登録お願いします。概要欄の方に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。サックス専門